水巻町の町営住宅で関杉美さん当時52歳を殺害し、通帳などを奪った疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、和美容疑者が岡村容疑者親子に対し借金があったと見られることが分かりました。和美容疑者が関杉さんの通帳を使って現金70万円以上を引き出した罪ですでに起訴されていますが、任意同行時の所持金は10年ほどでした。警察は和美容疑者が岡村容疑者親子にも借金返済のために犯行に及んだ可能性もあるとみて調べを進めています。次に、今日午前8時半ごろ、
今、駐車するのは裏がちょうどいいのかもしれない。僕はそこにいたらやめろというと多くない。